珍しくもないか。いやなんかね、最初から思ってたんですよ。まあ今日もし罰ゲームあるんだったら、ユウとアイカピョンどっちかだと思うんで気合い入れていきましょうって話してたら本当にそうなったから、マジふざけるなって言っちゃったけど、しょうがないです。まあそんなことはさておきまして、明日のライブも頑張りますっていう話と、明日のライブ来るかと言いますか、来ますか、楽しみにしててください。ゆうも結構楽しみ、あとトーク会も多分明日のお昼までとかだらしい。人のツイッターを見ていく、ちょっと待ってね、確認します。え、出てこない。みんなのがわかるか。明日の12時で、あの多分12時とかツイッターを動かせれるようなちょうど時間じゃないと思うので、皆さん本当に来てください。待ってます。おかわりと名古屋です。あとサインも手形も抽選もあります。よろしくお願いします。マジでユウの今日の頑張り見てる人がいたら、ちょっとすごいってこと伝えてくれる。本当に頑張ったんだから。ユウえぐかったで。なんかこれはシステムエラー、僕発見できずに触れた。あ、マジで？頑張ってたよね。マジで頑張ってたのにさ、マジで、え、本当、お疲れ。うわ、ありがとう。マジでさ、本当にね、聞いてほしいんだけど、マジで頑張ってたのに、マジで言うに投票しなかった人たち、マジで出てきてほしい。結構根に持つタイプです。よろしくお願いします。結構許せないっていう感じなやつ、本当にありがとうございます。てかさ、特会とか手形てかいつだっけ、4月にありますっけ、ないか、5月か。サイン会申し込んでサイン後に手伝い、あ、25だ。25、26。待ってます。ビリビリペンはね、なんかもうやりすぎて慣れた。両手もいけた。来週の火曜日がサイン会だ。サイン会と手形会と抽選会で、今回の手形会は金色です。金色らしいです。そして抽選はなんかありますよね、いつも。抽選会知ってますか、みんな参加したことありますか。ランダムとかランダムグッズとか好きな人は抽選会向いてます。勝手にそう思います。だからこの中で、あのランダム系好きですとか結構沼っちゃいますって人は、あのぜひゲットしてください。紙フレックスやって、お、ありがとう。
そう、あ、向いてないけど、初めて抽選会ゲットしてくれた人多いです、ありがとう。頑張ってしか当たったことありません。え、ゆう結構いいの出せるタイプだけど、マジごめん。それは手形2枚かみした。あ、金色、これさ両手つけろかさ迷ってるつけろよってことなんですけど、手形もよろしくお願いします。みんな何個も手形いらないって思うかもしれないけど、そこはまあ金色だから新しいんじゃないか、もしくはユウの手が数ミリ伸びてるんじゃないかっていうことを期待しててほしいなと思います。まあ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 、マジ今日暑かったもん、なんか途中でそんぐらいです。頑張りましたよ。そう、アシスタントできんでしょ、それあるよね。握手会もさ久々すぎてさ、こっちもさびっくりだよね。みんなもさ久しぶりだと思うけど、同じぐらい久しぶりだから。前髪短くない？美容院行った時に切りましたけど、それも結構前だから特にそこからの変化はありません。言うと握手するの初めて、泣いちゃいそう。え、なんかね、そう初めてでね言ってくれるね方が多くて、ゆうも嬉しい。そのコロナ期間中に家を知ってくれたりとか、もちろんね以前もねやったこと、あの握手したことがあるって方いらっしゃると思うんですけど、それはそれでありがとうございますっていう気持ちです。でもみんなももう知ってると思うんですけど、私はなんて言ったって握手一部で、特会二部三部なので、あの本当に朝早いんですけど、その辺はみんなと一緒に早起きしていきたいなと思ってますので、その辺はよろしくお願いします。早起き健康連、そう早起き連です。早起きが苦手な方は出会えないんですけど、早起きしてくれる方は出会えるので、公園に向けてうちは慎重したいんだけど、ゆうゆうかゆうきどっちがいい？でもさ画数多いと難しくない？でもゆうとか難しいのかな。でもニックネームがいいな。早起きしてるよ。ただなんか最近早起きする機会もなかったから、いい機会だと思って。さ、父親のコールってどっちね、それさどっちなんだろう、今わかんないマジわかんないんだよね。みんなに任せる。でもさ勇気って言いづらくない？今さら、今さらかないですか。どうですか。まあ言う的にはちょっとみんなに任せちゃおうかなって思ってまして、すいません。え、今日あれあれですよ、今メール見た、SKE の日です。今日20、あ、嘘でした、すいません。SK の日まだでした、すいませんでした。 SK の日にも配信できたらいいなと思います。
そういう日に配信するとアバターもらえるんでしょ。でも今日違いましたすいません。でもね、そんなにね朝までがっつり寝るタイプでもないんで、朝は起きるタイプです。公園でこの間のあいかぴょんの自己紹介 MC でゆうの毛先切ったことにあいかぴょん気づいてくれたんですけど、マジで誰もシャチフレの私会でマジで誰も気づかなかったので、みんなダメですひこしごめんなさい、許しません。朝早いよね、朝早い、そこは反省しますでもマジで本当に数センチしか切ってないから難しいんです。気づくのも難しいかとは思うんですけど、あの誰も気づかなかったね本当に。公園入っててさ、ユンの髪の毛見てもさ気づかないでしょ。そんぐらいしか切ってないんですよ。だからアイカピョンがすごいってだけなんですけど、ちょっと難しいクイズでした。そういうね些細なことに気づけるといいですねみんな嘘ついてますね。てかさ、今もさきっとパレオのさショールーム期間中ですよね。そんな期間中にユウがショールームやるべきではないっていうことは知っているんですけど、今日はね本当にユウが頑張ったよってことを報告させてもらいたくて配信した。急になんかそんな気持ちになって、パレオ参加するんですか。パレオね迷ったんですけど、今回は見送りました。だからそのパレオとかみんながね送ってくれるんですけど、すいません、ね、今ネイルしてないんだね。どのタイミングでしてるの。あ、そう今してないの。どのタイミングでやってんだろうね。言うめっちゃ謎じゃない。変なタイミングでしてるイメージあるけど、でも明日ライブだからしたいけどさ、乾くの時間かかるじゃん。ちょっと疲れるよねそれ。こんばんは、こんばんは。そうちょっと疲れちゃうから迷うけど、その速乾のやつとかだったらいいんかな。もう届きましたか。よかった、それが全てです。マニキュア、時間があるときはジェルネイルするんだけど、なんかすぐ取っちゃうの言って、だからそういうときはもう1日だけしたいっていうときはマニキュアします。60秒とかで乾くやつ。そんな感じでーす。だから明日ライブ来る方はユウの爪がどうなってるかにも注目してほしい。ユウが元気出して今からネイルするか、ちょっと今日は眠たいっていうことでしない可能性もなくもないっていう、そこにも注目。てかもう11時近い。寝よう、みんなも寝よう。まだ優は何も準備してないけど、じゃあ11時になったらやめます。あと6分です。あと6分だけよろしくお願いします。まあでもね、明日楽しみなんで、明日楽しみで寝てほしいので、では今から切っていきたいと思います。みんな寝てください。バイバイ。じゃあね。